iMovie にはあなたのムービーをハリウッド並みの映像に変えてくれるさまざまな素晴らしいテーマがありますテーマを選択してから新規ムービープロジェクトを作成することも既存のムービーに後からテーマを適用することもできますテーマを追加するにはタイトルボタンをクリックしテーマを設定をクリックします各テーマの上をなぞると タイトルやトランジションがどのように見えるかプレビューできますテーマを決めたらクリックして選択しますタイトルとトランジションを iMovie に自動的に設定させるにはここをチェックします iMovie がクリップ間にクロスディゾルブトランジションを追加してくれますこれらのボタンでは終点をオーバーラップさせてクリップを短縮するかフレームすべてが見られるように終点を延長して継続時間を維持するかの選択ができます OK をクリック。iMovie がテーマに沿ったトランジションを追加してくれます。結果もすぐに確認できます。テーマの適用後に編集する場合でも、テーマに沿ったトランジションとタイトルを追加していくことが簡単にできます。メディアブラウザにはテーマに沿ったタイトルが通常のタイトルの上に表示されます。テーマにぴったりのタイトルをドラッグするだけで、簡単にムービーに追加できます。 ビデオの画像を使って静止画像を表示できるフレーム機能を備えたトランジションもあります。それぞれのフレームで画像を選択するには、プロジェクトのトランジションをクリックし、表示したいスポットに対応した番号をドラッグします。テーマを切り替えるには、テーマを設定をもう一度クリックするだけです。 あとは iMovie がトランジションとタイトルを自動的に再構築してくれます。